てん。でててててててん。明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。アリアです。ソーカです。ビッグ。ラテ。TV。始まるよ。イエーイ。はい。私はなんとイノシシ年です。イノシシ年です。アリアがイノシシになっています。ふくもイノシシですというわけで今年もビッグラッティブよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の企画はですね、やっぱ新年といえばこれですよね。福袋ビッグラッティの福袋です。中を開封して詳しく紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、ではでは行きましょう。これですそれですはい、わかりますか、このパンパンさ。このカバンもなんか使えるよね。絶対さ、これ使えるよね。ジッパーがついてるから旅行とか、あとちょっとカバンが欲しいなそうだから、お洋服とか入れて絶対使える。かわいいショッパーですよ。そうです、袋まで使えるのいいじゃないですか。では中身を開封。ドキ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 。いっせーのーれ、でん。かわいいキャップ、ピンクラテのどう？イノシシがキャップかぶってる。こういう感じの黒いキャップです。絶対これ何にでも合うやつだよ。何にでも合うやん。スポーティーな格好とかするときにやっぱり黒いキャップは1個持ってた方が絶対便利だと思います。いいね、かわいい。ハッシュタグ BKLT、 ピンクラテですね。ハッシュタグピンクラテの黒いキャップでシンプルだから何でも合います。ここで調節できたらめっちゃいいです。はい、続いて、せーので、おお、ワンピースです。写り切れてるかな。パーカー生地のグレーのワンピースになります。フードがついてます。生地もいいです。あったかそう。気持ちいい、絶対あったかいじゃん。ここにロゴが PKLT、 あ、中があったかいよね。あったかいです。フードがしっかりついていてさらってね、1枚で着れる。そう、ちょっと外出なきゃいけないけどやばい、まだ休みだけだから寝向きなんだけどどうしようみたいな時に、あ、食べきよ、行ってくよっていう感じでいけると思いますはい、じゃ、いいね、これ。いっせーのーれ、わかえ、これめっちゃ可愛い。福袋の中にアウターが入ってるかなって。素晴らしいわね。素晴らしいわね。こんな感じです。もしかしてもしかしてだけどリーバーシブルなんじゃないですかね。そういうことなのでんえ、すごい、リバーシブルってめっちゃいいじゃん。片方がこの壁がモコモコで切り替えられるラインが入ってますね。かわいい。ここにもライン入ってる。いや、ほんとだ。あと下にもひっくり返すとこんな感じになります。スポーティーだね。袖にラインが入っていて、ここだけ生地が白くて切り替えになっててラボが入ってます。すごいスポーティー。え、かわいい。リバーシブルってめっちゃいいじゃん。持ってみます。あったかめ、めっちゃあったかい。あと気持ちいい。これもなんかスポーティー生地みたいな。そう、本当にこれスポーティー。やっぱラインが入ってるだけで違うね。ね、こっちはちょっと可愛い系で、これはもうスポーティーって感じ。しかも結構この中に余裕があるからモコモコのやつ着ても多分着れる。素敵。あ、でもめっちゃあったかい。あったかい。あったかい。はい、というわけでこのアウターが入っておりました。福袋にアウターってすごいです。それでは次に参りたいと思います。で、バンバン。ピンク、くすみピンクみたいな感じの色です。トレーナーみたいな。で、なんかすごいあったかいんだけど。なんかこの、またこの生地です。モフモフだよ。寝るかな。絶対あったかいやつ。普段から黒いスカートとかさ、下に履いたりとかしても可愛い。こんな感じの黒いスカート。あ、そうめっちゃ可愛い。ピンクラテって書いてあって、おー、おー、おー、アグメント。アグメント、というわけでトレーナーが入っておりました。次です。せーので、白の T シャツです。ロンティーです。なんかシンプルでいいね。あ、すごい、結構ストレッチ。ここにハートのピンクラテ。心臓だよ。はい、この白いロンティーです。やっぱ白のロンティーって同じこと言うけど、一個持ってたら絶対何でも合うから、アウターの中に着るものがないみたいな時に絶対便利だと思います。心臓付きだよ。はい、じゃあ続いて、せーの、お、え、かわいい。スカートです。プレーンチェックです。
ボタンがピンクラテって書いてます。台形スカートです。ここはね、ゴムになってますね。履きやすい。ゴムってさ、スカート好きなの。うん。あとここにロゴが書いてるの。ピンクラテって書いてある。うん、ピンクラテ。アデューボーって書いてある。はい、間違いします。アデューボー。でも本当に英語のいい発音聞くの好き。チェックのスカートとか何もしてるの。最高です。ちょっと黄色のラインも入ってますね。カードでした。続いて、せーので、バン、ジュストまで入ってるってすっごい豪華な LINE の白靴下です。ハートもですね、こういう感じでですね、使いやすいのかな。そうだね、足首の上ぐらいまでの長さの靴下です。 LINE とかってめっちゃ使えるよ。ビッグラテの服に合わせる時に合うのいっぱいあるよ。今までのやつでもこうでめっちゃできるよね。絶対できるよね。続いて、せーので、バーン、イヤリングまで入ってるってさ、ハートが射抜かれておりますよ。ちょっとゴールド目のハートの射抜かれたイヤリングです。実際にアリアさんつけてみてください。かわいい。かわいい。ゴールドも使いやすいよね。それなー、いろんなのに合うと思います。グッド。ハートが射抜かれました。僕らのハートは打ち抜かれた。デリン。TikTok に撮ってます。 TikTok も見てね。はい、続いて、せーの、バン、キーチェーンです。キーチェーンです。かわいい。カセット、カセットか。ラジコン。ラジコンではないから。ここがちょっとね、メタリックになっててキラキラでかわいいです。カバンとかにつけたらかわいいですね。筆箱とかにつける。ほんとだ。はい、次、ロッド、リュック。いや、ふくふくじゃん。リュックとアウターが入ってるね。これもまた使いやすい。黒、黒、何にでも合う。ここにポケットがあるの本当好きなんですよ。中にもポケットがあります。いっぱい収納ができるね。収納ね。はい、そこを読んでください。 Pink Latte Girl Let's Hang Out。 よろしくお願いします。リュックも入ってるってすごいいい服の黒だと思う。1個、2個、3個、4個、5個、7個。まあこれリバーシブル入れたら8個。まあ一応7個にしてみましょう。8個、8個、9個で、最後に9個。10個。え、10個。あ、10個。数え間違いました。え、すごいよね。ね、10個だって。両手で10個だって。10個も入ってるってすごい。で、お値段がなんと、なんと、なんと1万円プラスで。え、めっちゃお得。だって10個だよ。これだとか1個4000円とかって考えたら、えって感じだよね。え、大丈夫ですかっていう。10個入って1万円です。めっちゃお得ですね。私本当にこのリバーシブルのやつが気に入りなんで。え、私全部お気に入り。これって福袋以外でも売ってるんで。福袋限定の商品になっています。福袋を買わないとこれはゲットできません。これもゲットできません。これも全部ゲットできません。はい、はい、今着替えてきました。アリアと私で2コーデ組んでみました。多分まだね、結構コーデが組めると思います。私は違うです。中がピンクで、これがチェックスカート。イヤリングは2人ともしてます。月間取ってる。キーチェーンをつけました。つきました。私はキャップと、これはこっち側で着ました。このグレーのサラッと着て1枚でブラーいってきます。どうですか。良くないですか。良くないですか。こんな感じで10個も入ってる。え、素晴らしいじゃん。イノシシ忘れてる。あ、はい、というわけでこんなにパンパンの福袋がピンクラテにあります。すごい惜かったです。まさかにこんなにいます。というわけで2019年もおしゃれを楽しんでください。もしこの動画がすごいいいと思ったら超いいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。